百田先生の名前が出た木原事件実名告発でまさかの名前が続々と、などでご紹介したいわゆる木原事件ですが、証言者が物証を出さず勘で発言していることに議論が起きています。その点については私も昨日の動画で言及しました。あくまで証明に付き合う必要なしです。佐藤誠元警部補の論拠はわしの勘、自民党木原副長官の各種疑惑、サハメディアが持ち上げる会見に感じる限界系局者の盛りかけ論法と悪魔の証明、常年スカチャンネルニュースの虎川とのことです。例えば常年さんは論拠はわしの勘と批判されておられます。逆に勘を重視する意見が元刑事の小川氏よりありました。ライブ配信再接続第1部、再捜査は可能か、元警視庁総一刑事が会見、木原官房副長官関連、真相は、佐藤さんの勘発言を指揮者が大批判してほんとひどい、佐藤さんがそう感じたっていうのを批判してるんですか、そういうこと、へえ、まあそれはね、一般人の、うん、一般人のね、ええ、我々はそれはもうよくわかるので、だってまず調べ連れてきてこう行くじゃないですか。そしたら上司に呼ばれて、おお大平、勘どうだ、勘あるかとか聞かれますよ。いやー勘ないですねとか言うとね、お前ないふりしてんだろとかってね、って言うから、いや大丈夫ですとかね、よく言うんですよ。調べ勘やってたんで、誰も落とせるかとか聞く人いませんからね。勘あるの、いやありますよ。じゃあ大丈夫だな、任したぞ。はい、わかりました。今が何時なんで、じゃあ晩ご飯は一緒に行けるようにしますから。そうかよとかね、課長がね、そういう風に言う人もいましたよね。じゃあ何か美味しいものを考えててくださいってよくやってましたけど、ちゃんとね、6時過ぎの頃にはね、上申書を書かせるくらいまで本人が自分でやりましたっていうのを前よくやってましたけどね。勘がないものはそんなのいくら頑張ったって無理ですよ。勘がない、感触がないんですから。うん、感触だから、私が佐藤さんと何かあーっていうのは感触を取りたい。この人がこう言ってる、あーこれ間違いないよ、こうだよって言っても、それはわかる、それは信用するんですね。それは信用するんだけど、どんな風に物の言い方をしてるか、その時の手の動きであったり、唇の乾きであったり、視線であったり、顔の表情であったり、こっちを見てるか、まあなかなかね、目を合わせて話す人はいません。目を合わせて話してるか、ちょっと考えてみてくださいよ。相手の目をこう見ながらね、喋ったら怖いよ、本当。私の前ずっと見てね、小川さん、私は、なんて言ったらね、こいつどうなったんだよって、怖いでしょ？だから目見て話す人なんかいないんですよ。だいたいネクタイあたりを見て喋ったりとかしますけど、それだから見たい、感触取りたかった。だから宮崎まで行ってどんな風に言ってるのかって、その気持ちはよーくわかります。全く同感です。多分私も同じことを言ったと思います。とのことです。和也氏の周囲から、わしの勘はたびたび揶揄されます。その辺の一般人である私が、例えば科学的な事象で、僕の勘では〇〇ですと主張したら、眉唾に移る人が大多数だろうと思います。でも事件で元刑事の勘は重視するのはそれほど問題ないと思います。私は専門分野においては勘は重要と感じています。仕事をしていると問題は原因が分からず降りかかってきます。解決したいけど原因は大抵分かりません。問題解決のため、あれが原因かな、これが原因かなと試行錯誤しますが、それはエビデンスや根拠に基づくというより、経験と勘で対応解決することがほとんどです。それですぐ解決しないことも稀にありますが、毎回原因究明してエビデンス根拠を用意してから対応していたのでは手が追いつきません。常連さんのおっしゃる通り、エビデンスは勘より上という面は確かにあります。ただ、だからといって現場の勘を軽視するのもまた違うのではないのかなと感じました。健康くんは勘に頼ってるから耐性しないんだろうね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。